どうも、浦島太郎でーす。さあ、帰ってまいりました。浦島太郎セカンドシーズンでございます。 I'll be back。 本当に帰ってくるのは浦島とシュワちゃんだけでございます。初めての方もいらっしゃると思いますんで、どうも浦島太郎と申します。私大阪の吉本でミサイルマンというコンビで漫才をしてまして、身長173センチ、体重120キロです。ただ、今、うわーと重たいでしょ。健康診断行きましたら、血液検査全部正常でございます。大阪では奇跡のボディと言われております。見た目はぽっちゃりでも元水泳選手、海での素潜りや釣りロケ回数は自称日本一の海芸人。そんな浦島太郎が海の魅力を知る海人を訪ねるこの企画、今までにない海の新しい魅力を発信する浦島太郎、あわよくば DVD にして売って儲けたい、まさに広島の海のバイブルなんです。浦島太郎の海人に会いたいシーズン2。さあ、江田島なんですけども、いいですね、この瀬戸内の島独特のゆったりと流れて海があって青い空があって、そして山の緑がある最高の景色です。そう、シーズン2最初の海は江田島市。江田島はですね、瀬戸内海の本当にど真ん中に位置する、穏やかな Y 字型の島なんですよね。で、豊かな自然と個性的な伝統や文化、そして本当に美味しい産品がたくさんあります。恵み大きい島だと私は思っております。その恵み大きい島で今回出会うのは、さあ、記念すべきセカンドシーズン1人目の海人、こちら、青い血を持つ生物を調査する平山さん。青い血を持つ生物なんですか、セカンドシーズンファンタジーまで入ってくるんですか。なんなんですか、このワクワクする冒険感。おる、そんな。聞き込み、あ、こんにちは。うるさい、いい格好でしょ。浦島太郎と申します。ええわ。いや、今どこ行きあるんですか。ね、今からどこ行くの。家帰る、今病院行った。あ、病院、うん、何、元気そうやのに。でもね、91、はい、元気やわ。病院行かんでええやん。もう5時に起きて、5時に起きて洗濯して、うん、ちょっと来まして、江田島にね、青い血を持つ生物、生き物を調査する平山さんいう人探してますの、ね、分からん。青い血流れてます。え分からん。お店の方で来たんには分からんよね。そっか、うん、ちょっともうちょいある、調べてみますわ。ねえ、うん、こんにちは、すんません、 RCC なんですけども、青い血を持つ生き物を調査してる平山さんいうの探してますね。あ、この家、あの 海峡館あるけど、海峡館へ行ってみたら。海峡館、うん、あの元小学校。ほうほうほう、うん、あそこ、うん、そこ何の施設なんですか。次、そういう海峡、そういう生物とかなんかいろいろ。あ、調べるとこ、里海、里海、うん、ああいうとこ行かれたら。うわ、ありがとうございます。あの方に聞かれりゃね、うん。そして海人の他に浦島太郎はもう一人、この人の話も聞いてみたかったようで。俺さん、潜水ちゃん知ってます。知ってますよ。あ、ね、潜水ちゃんの今スタジオで見てますね、これ。そうなん、はい、かわいいですか。うん、いや、近くで見たそないですよ。ビールばっか飲みますね、あの子。ラジオで聞いてね、はい、それから潜水さんを記憶に残った。よかった、ラジオが向いてます、声は綺麗から。あれ、すみません、じゃあちょっと行ってみます。いやー、おった、わかりました、そこ行きましょう。さあ、学校言ってたこれかな。え、授業してへんのかな。あ、でも、あ、あ、里海科学館って書いてあるわ。里海科学館って書いてある、里海科学館って書いてある。え、海峡館ってない。 あの人ら海峡館言うて、でも里海科学館って書いてある。ここや、科学館でこれの研究してはんねや。
入り口どっちやろ、こっちかな。え、海峡どこ、え、どこ。ここ書いてある、大垣自然環境体験学習交流館。これを海峡なんか略してたんやわ、多分おばちゃんたち。そう、ここは江田島市にある大垣自然環境体験学習交流館、里海科学館。いや、でもこれいろいろあるで、いろいろあり、あ、これすいません、こんにちは、ブラシマ太郎でございます。初めまして、平山と言います。ほい一撃すいません、はい、青い血を持つ生き物を調査する、はい、平山さん。間違いないですね、私です。はい、ここはあれですか、科学館って書いてます。もともとこの小学校のを利用して、ね、廃校になった小学校を利用してですね、あの生き物の研究なんかをしています。実はこちらは誰もが気軽に訪れることができ、海辺の自然、ふるさとの自然をテーマとした科学研究や環境学習を行っているんです。そして青い血を持つ生物とは。うわ、カブトガニ。カブトガニなんですよ。カブトガニが青い血を持ってるんですよね。マジっすか。生きた化石とも呼ばれるカブトガニ。実は江田島はカブトガニの数少ない生息地の一つ、まさに広島が誇る海の生き物。そしてこの後、青い血を含め驚愕の真実が次々と明らかに。いや、もうヘルメットみたいに落ちますやんか。工事用のヘルメットみたいに。そうなんか、そうですね。うわー、はい、うわ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 、こんな感じですね。すっげー、これすごい、なんかルンバみたいですね。掃除ロボットですか。掃除のあのルンバに見えてきました、僕。けどこれ歩いたら床傷つきますよ。いや、分かってますか。いや、それ分かってます。ああ、家にこれバーンとやらないですよ。そうそう、でフローリングビシビシになります。そうですね。このカブトガニ、目の役割をする器官は5つあり、また足は12本。カニの仲間というよりはクモやサソリの仲間に近いんです。これ血が青いんですか。こっち青いんですよ、こいつの血が。実はカブトガニの血液はヘモシアニンという銅イオンを含んでいて、酸素と結びつくと青く発色するんです。そしてこの青い血が私たち人間の役に立っていることを知っていますか。特にまあアメリカで取れるアメリカカブトガニに含まれるですね、血液から作られるラルっていう成分があるんですけども、それが、細菌なんかをこう包み込んでですね、はい、まあ、あの細菌なんかを検出する薬として使われています。あとはまあエイズウイルスの抑制効果とかも最近分かってきたみたいですけどね、はい、だってやっぱカブトガニって生きた化石って言われてますやん。す、ね、いや、すごい、やっぱ長生きしてるからやっぱあるんすよ、そういう。そうですね、すごさが、はい、外敵から身を守る免疫機構ですよね。そうか、そうやって何億年も生きてきてるから、はい、そうです、それは僕ら生まれてまだちょ人類なんてちょっとやから、うん、一瞬ですね、外敵から守るスペシャリストっすもんね。そうですね、素晴らしく、はい、すっげえ進化してますね。まさに神秘の生物カブトガニ。この他にもつがいで行動しやすいようにメスの甲羅が邪魔にならないよう、オスは頭の先がへこんでいたり、メスはオスが抱きつきやすいように後ろのトゲが少なかったりと、子孫を残すための進化を遂げているんです。こんな感じでつがってるんです、はい、ここしっかり抱きかかえてるの。ほんまや、ここでね。そうです、そうです。で、この3本が抱きやすいようになくなるんですか。そうです、そうです。これすごいわ、はい、でもこういう、こういうのをなんかその何億年ずっと続いてる、なんか意味合いあるんでしょうね。やっぱりもう個体数も少ないですので、一旦離れちゃうとまた出会うチャンスも少ないんですよね。なので、あの江田島特に数が少ないですので、はい、あの使ったやつはもう基本的に離れないですね。でもなんか夫婦も人間の夫婦も絶対その方がいいですよね。そうですね、何回かありました、はい、離れるような危機は今までないです。あ、もうずっと、はい、私は、はい、
つがってます。つがってつがってます。そういう意味じゃない。つがってます。うっすじゃないですか。つがってはないですけど、はい。自然の変化にも対応しながら、およそ2億年生き抜いてきたカブトガニですが、今その数も徐々に減りつつあるんです。大きくはやっぱ環境の変化だと思うんですけども、うん、産卵を砂浜でするんです。うん、でさっきの赤ちゃんは干潟に移動してご飯を食べて大きくなるんですよね、はい、で徐々に深いところに潜っていくんですけども、そこが、まあ、護岸とかで分断されたりしてしまうとですね、どうしても生きていけないと。で干潟もやっぱ埋め立てが結構進みましたので、幼生も生きていけないという状況でですね、数が減ってます。なるほど、はい、そうか、護岸はね、これもしょうがないです。しょうがない部分もあるけど、干潟なくなってまうとね、これもう生きていけないですね。大先輩の、先輩が、しかもそのまた血が人間の役にも立ってるし、そこの環境の変化、大きいですね。水質とかはあんま関係ないですか？水質にもあまりやっぱ強くはないんですけども、うん、まあ、海水温の上昇とかですね、そういうのも今言われてまして、うん、はっきりとはやっぱ分かりませんけど、まあ、原因はあると思いますね。水質、大人になればあんまりあれなんですけど、はい、卵の段階でですね、水が悪いとやっぱり発生がうまくいかないですね、うん、そう、カブトガニにとっては昔に比べると暮らしづらい海になっているんです。これをやっぱり子供たちを見たら、ええ、あ、海大事にせなあかんなとか、このカブトガニの生きる生息地をちゃんときれいにせなあかんなって思いますよね。そうですね、そこがやっぱり一番大事なところでですね、身近な海を汚さないというか、ゴミを捨てないとかですね、小さいことですけども、最終的にはやっぱりこういう生き物の生活につながってくるぞということを気づいてもらえたらいいかなと思いますけどね。感謝状、平山さん、はい、人類の大先輩カブトガニ、人間のために力を貸してくれるカブトガニのために、我々人間はカブトガニの住みよい環境を作るために、カブトガニのようにみんな平山さんにしがみついていこうと思います、はい、向こう向いてください、平山さん、はい、海がとう、はい、ありがとう、ありがとうございます。海と日本